でトゥキュディデスの戦士を引き継いで紀元前411年から紀元前362年までの約50年にわたるギリシアの核ポリスの動向を扱っている。トゥキュディデスの戦士は27年間続いたペロポネソス戦争の全期間を記述するはずだった。しかし理由は不明であるがトゥキュディデスの筆は 紀元前411年の記述で止まったため、未完となってしまった。クセノポンはその後を受け継ぐギリシア史を表して、ペロポネソス戦争についての記述を完結するとともに、さらにその後の紀元前362年のマンティネアの戦いまでの歴史を記述した。ギリシア史はクセノポンがスパルタに身を寄せていたせいか、その記述はスパルタに、 好意的であり、客観性に問題がないとは言えない。これは、スパルタの敵対者への無視、軽視へもつながっており、例えばレウクトラの戦いの記述では、勝利の立役者、エパメーノンダスへの言及はなく、エパメーノンダスが、ギリシア史に登場するのはそれよりもっと、後である。ありがとうございます。